戸沢明、戸沢明、と、沢明、1985年7月22日体は、日本のプロレスラー。兵庫県西宮市で育った戸沢明は三人兄弟の次男坊で、五つ上の兄、五つ下の妹がいる。特に兄と仲が良く、いつも一緒に遊んでいた。戸沢曰く兄はとても喧嘩が強く、戸沢は、 兄との喧嘩に一度も勝ったことがないという、正義感の強い兄とは、対照的に戸沢はやんちゃであった。学校が終われば、すぐ公園で、野球や、サッカーなどのスポーツや、鬼ごっこなどをして、日が暮れるまで遊んでいた。初めて、プロレスと出会ったのは小学校高校学年の頃であり、兄と一緒に夜遅くにテレビを見ていると、新日本プロレス、東京ドーム大会が中継されていた。 これは、聴収力が、引退試合で5人掛けを行った試合である。初めて見た感想は、これが、プロレスカーというストレートなものであり、この時はまだプロレスを好きになるまでには至らなかった。この頃好きだったのは、K1 であり、アンディ・フグ、マイク・ベルナルド、ピーター・アーツ、アーネスト・ホーストなどに憧れていた。しかし、それからしばらく経ったある日、WCW の放送を見て、 筋肉リュウリュウとしたスコット・スタイナーの姿を見て以来、プロレスにはまった。この頃から、プロレスごっこをするために、近所の大学に行って、その大学の陸上部の備品である、棒高跳び用のクッションを使って、プロレスごっこを行っていた。中学生の頃には、震度死亡の書類を提出するときに、プロレスラーと書いて提出したために、親が呼び出され、その時親から、あなたバカじゃないの。 高校だけは卒業してと反対された。中学卒業後は普通に高校に進学。兵庫県立西宮鉱山高等学校ではラグビー部に所属。本当は柔道部に入部したくて実際に柔道部へ入部届を書いたがラグビー部の顧問から柔道部は今あまり活していないからラグビー部に入った方がいいと言われてラグビー部に入部したという。 ラグビーのルールすら分からなかったが、公立高校の弱いチームであったため厳しくはなく、フォワードでレギュラーの座を得た。高校時代のある年の夏休みに、ラグビーの強豪校として、有名な京都市立伏見工業高等学校と練習試合で対戦したことがあり、1年生だけのチームで挑んできた伏見工業に100対0で完敗した思い出がある。練習は、 毎日のようにあったが、小学、中学と同じように、目いっぱい遊び、相変わらずのやんちゃぶりから学校では、先生からずっと怒られていたという。高校卒業間近、高校を卒業してほしいという家族の希望を叶えたためか、プロレス入りに関しては、両親から、頑張りなさいと背中を押された。プロレスラーになる方法を知るために、インターネットで調べると、 登竜門の募集告知が目に飛び込み、早速書類を揃えて応募した。2004年に高校を卒業後、ドラゴンゲートに入門。先にデビューした高木慎吾、BB 春クとは同期入門。練習生時代は、走り込みやスクワットなど基礎、体力トレーニング中心であったが、ラグビーで鍛えていたため練習についていくことは、容易であった。それよりもちゃんこ番が苦痛であり、 入門前は料理などやったことがなかったためちゃんこ版になるたびに気持ちが病んできたと。練習生の頃からドン・フジイに襲われ、抗争が始まっていた。2005年4月3日、フジイの暴挙に腹を立てた荒井健一郎により、戸沢を見切り発信的にデビューさせることになり、戸沢のリングネームで神戸三望ホール大会の富士戦でデビュー。 デビュー戦ではリングで走るムーブさえ、まともにできず、何もできない、悔しさから涙した。ドラゴンゲートの選手には珍しく、ギミックなしの新人となった。その後10番勝負を行うが全敗、道場に強制送還され再修行を行うことになる。同年10月に、藤井を相手に、王の勇気と共に、再デビュー、ハンディキャップマッチだったが敗れ。 戸沢から戸沢にリングネームを変更させられる。しばらくは、ファイナル M2K 預かりとして活動していたが2006年、オープンザ、ブレイブゲートアオザケテリーグ戦に出場。荒ンに、一勝でもしたら、ファイナル M2K に入れてやってもいい、言われて奮起し、同意刺激に勝利。荒ンからスカジャンを手渡され、涙のフィナーレかと思いきや、他にやりたいことがあるとスカジャンをその場で返した。 あとにリングネームを戸沢明に改名。学ランを羽織り、先駆け、男塾を模したような後派ギミックにチェンジし、新ユニット戸沢塾を開校。戸沢塾一号生筆頭を名乗り、岩佐拓、森高行大野裕樹と塾生、メンバーを拡大し、デビュー1年でユニットの長となった。2007年1月25日の武勇伝では戸沢塾、 VS 男塾と題して、男色ディーノと対戦。最初はディーノのゲープぷりに苦戦を強いられるが次第に何かに目覚め、全試合後には二人ともバスタオル姿で肩を組んで出てきた。2007年9月1日の666新規バファーストリング大会ではデスマッチファイター葛西淳と初対戦。松ぼっくり、サンマ、イガグリなどのふざけた狂気葛西淳。 弾が使われながらも、自信初となる、ハードコアで大奮闘。2008年に入ってからは、戸沢塾内で、大野勇気と、メタボリックブラザーズというタッグチームで活動し、タッグを組んでいた大野と共に、デブキャラに転身、学ラン、ボンタンなしで戦っていた。ブユ伝デンにて、デブマイナス1グランプリに優勝し、吉江豊と対戦するも完敗。 デブであることに限界を感じ始める。以降は、髪の毛の色は金髪であるが、太っているとはいえかなりの戦果を上げている。王の、飛び入りだが、トライアングル王座を獲得した、オシト刺激材料によって、ネックス2周年興業にて、ダイエット宣言、王のにも進めるが断られ、亀裂が生じる。団体内外の選手と、ダイエット7番勝負が行われ、3勝2敗に引き分け、 うち、二戦は、反則勝ち、ノーコンテストの不完全決着もあると、成長を見せる。最終戦で、藤井に勝利し、トライアングルゲートに挑戦表明、11月16日に、ユニット解散をかけて挑戦するも前線虚しく破れ、結局戸沢塾は解散となった。その後、同期である、高木、戸沢塾で、兄貴的存在だった岩佐拓と共に、 新ユニット神風を結成する。なお、1月16日からは、リングネームを戸沢明から本名の戸沢明に変更した。以降は、ハイテンションキャラとなり、リング上、バックステージ等ところ構わず、おたけびをあげる。4月12日には、タックマッチながら、大谷新次郎と対戦し、大谷にも一目置かれる。5月には、 シーマの持つオープンザ・ブレイブ・ゲートに挑戦するシングルタイトル初挑戦。得意のジャーマンスープレックスであと一歩というところに迫るものの、シーマの経験には勝てず敗北した。その後シーマに罵られ、悔し涙を流した。ブレイブ・ゲートにはその後も挑戦が続いたが体感には至らなかった。2010年にサイバー・コングがリング復帰し、神風入りしたが、戸沢はそれを 心よくは思っていなかった。そして何度もサイバーを挑発し、5月の愛知県体育館大会で負けたら、今後しばらくは例試合、ダークマッチという条件の下で対戦したが、敗れてしまい条件通りしばらくは大例試合で組まれることになった。5月のアメリカ遠征では、同僚が帰国する中で一人残ることを宣言、その後無期限の無者修行に入った。アメリカ遠征で、 ドラゴンゲート u s a ダグースサに参戦した戸沢は、アメリカの熱狂的なファンチの姿に衝撃を受け、これがアメリカ残留の動機となったという。7月の神戸ワールド記念ホール大会で、野沢論外とのタッグで、戸沢県外として帰国、一時的に外戦試合を行った。戸沢はその後も、サイトベイし、武者修行を再開。 アメリカでは全く無名の戸沢は工業に出場する機会に恵まれず、ドラゴンゲートとのパイプがある PWG ですら、工業は月1回であった。最低で月に1、2試合という時期もあり、ひどい時にはギャラが現金ではなく、ブリトーであるということもあった。武者修行を始めて4ヶ月後、9月の PWG のバトルオブロサンゼルス2回戦となるリスヒーローとの対戦が、 pwg におけるマッチオブザイヤーに選ばれた。その翌日から戸沢に試合のオファーが次々と届き、オースティン・イリーズ、ケビン・スティーン、エルジェネリコ、ローキーなど名だたる選手たちとのシングルマッチを組まれることも多くなった。武者修行初期のほとんど仕事がなかった状況から一転し、週末には試合を組まれない日がなかったほどであった。この時について戸沢は どこへ行っても、クリスヒーローとの試合を見たぞって言われるにや。こんなこともあった。アメリカのアパートに住んでた時のことやけど、ご近所さんが昨日見たよとか言ってくるわけや。そのおっちゃんは、絶対に、俺が、レスラーってことを知らないはずなんや。でもお前はファイターだろ。みたいなことを言ってくる。ファイターには、違いないけど、そのごジムへ行っても、昨日見たぞと。俺って、 そんなに有名になったのかなと。PWG とかダグッサとかみんな見てるのかなと思って不思議な感じやったんやけど4人目くらいで気づいたんや。どうやら俺に似た日本人選手が金網マッチケージフォースイコール総合格闘技で合わせをしてたらしくてその人と勘違いしていたと。道端で握手とかしていた自分が恥ずかしくなったわと話している。 確実に力をつけ飽きや力などで、主要レスラーとして活躍するまでになった。そして、ドラゴンゲートのアメリカ工業でも、シングルプレイヤーとしての自信を高める試合をするようになる。さらに並みいる競合を倒し、絶好調の PAC 相手にブレイブゲート王座にも、挑み、あと一歩のところまで迫る試合となった。結果は、敗れてしまったものの、さらなる自信をつけた。 アメリカで骨れを埋める気で、武者修行を続けていた戸沢は、当時すでにインターネットで、日本の情報が簡単に手に入る時代であったにも、かかわらず、日本の情報は軽く確認する程度あった。2011年に入ってからも、先々までアメリカでの予定が入っている状態であったが、ブラッドウォリアーズの仲間たちから日本で一緒にやらないかと誘いを受けた。 2011年6月8日の後楽園大会で外戦帰国し、同時にブラッドウォリアーズに加入した。そして様々な相手に勝利するなど結果を残し、今までは隠した扱いされていたヤマトや高木にも一目置かれるようになった。ヤマトにはシングルで敗戦するものの、7月17日の神戸ワールド記念ホール大会で高木にシングルで勝利し、 アメリカでの修行が無駄ではなかったことを証明してみせた。さらに8月には、ビービーハルクとタッグを組み、サマーアドベンチャータグトーナメント2011優勝を果たす。10月に、ヤマトとのノーロープノーディー級マッチに勝利し、ドリームゲート王者のモ月重明を超、これに、モ月が戸沢を逆指名する形で、王座戦が実現し、前線したものの結果は敗北。しかし、 12月の後楽園、ホール大会で、再び、ハルクと組横須賀通る、影虎組を破り、オープンザツインゲート統一タック王座を奪取する。戸沢自身初のベルトを腰に巻くこととなった。その際、破った両名を、ジミー進む、ジミー影虎に、強制改めさせる。これがきっかけで翌年、ジミーズが誕生した。2012年1月、 ブラッド・ウォーリアーズのリーダーであったシーマを追い出すことに成功。ブラッド・ウォーリアーズを消滅させ、残りのサイバー、ハルク、クジー、ザキとマット・ブランキーを立ち上げ、2回目のユニットリーダーとなる。傍若無人に暴れ回り、キング・オブ・ゲート2012では、セコンドの手を借りつつも、準優勝するなど、破竹の勢いで実績を重ねた。 さらにシーマに出場選手として選ばれたシーマロワイヤル5では山戸宿井、吉野正人といった元ドリームゲート王者たちを相手に反則技をほとんど使わずに勝利しシーマが持つオープンザドリームゲート王者の挑戦権を獲得し団体の年間最大の興行である神戸ワールド記念ホール大会のメインイベントのリングに立った試合には敗れたものの これで団体に在籍しているドラゴンゲート一期生全員が神戸ワールド記念ホール大会のメインイベンターを務めたことになる。2013年は5月に再びシーマのオープンザドリームゲート王座に挑戦するも赤敗。その翌月にはハルクと組、オープンザツインゲート王者の高木、ヤマト組と対戦。試合はヤマトの裏切りもあって勝利し、ベルトをダッシュした。しかし、ドイ リコシェ組に敗れ防衛霊で王座から陥落。2013年8月1日高楽園、ホール大会での赤月との解散マッチで自身が、ホールをと勝利する、モマット・ブランキーを追放される。その際マイクで呼びかけたモ月に対し、戸沢は、俺は、お客さんを楽しませたいだけ何や。と叫び、観客からの大歓声に、表情こそ崩さなかった者の,の涙を流した。 ヒールからベビーフェイスにターンした後の8月23日後楽園ホール大会では、もちきと共にかつて、戸沢塾のメンバーだった新井、上記のようにデビュー当時から因縁のあった藤井とタッグマッチで戦。入場時から終始大歓声を浴び続け、試合は新井に勝利し、直後に戸沢はドリームゲート防衛戦に挑む高木のセコンドについた。高木は敗れてしまうが、 シーマの呼びかけもあって高木と共闘していくことを決意した。その際に、戸沢は、二人で手をつなぎ、幸せになろうやないか。と、呼びかけ、高木は、長渕剛氏の代案、高木と共にサマーアドベンチャータグトーナメント2013に参戦する。タグリーグの直前には追放された、マット、ブランキーとのシングル5番勝負も決定した。 セコンドの介入もあって一勝三敗と負け越して、迎えた五戦目の際、対戦相手のウーハーネーションは、友であるお前とは戦えないと試合を放棄し自ら、ゴングを鳴らしむこう試合になった。これに激怒した、マット・ブランキーに対し、救出に入った高木、サイバー、ゴングとの八人タッグマッチが急遽決定するが、今度は、サイバーがメガバイトに寝返り敗北。また、タグリーグでは、 順調に星を伸ばすものの9月12日の後楽園ホール大会で吉野・土ドイ戦でドイが吉野を裏切りメガバイト入りしたため無効試合となってしまう。しかしこのことがきっかけでこの日解散したワールドマイナス1インターナショナルから吉野・リコシェ、シャチホコボーイが合流。その後正式にモンスターエクスプレスを結成する。2015年2月9時を破り オープンザブレイブゲート王座をダッシュ、第27代王者。自身初のシングル王座となり、11月1日に、ことかに奪われるまで6回の防衛に成功した。2016年7月から9月に、WWE クルーザー級クラシックに出場、準々決勝で、グランメタリックに敗退。2016年9月25日の神戸大会。 終了後に11月3日の大阪大会を最後にドラゴンゲート対談を発表し、その大阪大会のメインイベントで卒業試合が行われたヤマトのギャラリアでピンフォール負け。2016年11月5日、クルーザー級部門の一員として WWE に参戦することが決まった。二千十七年一月十一日、w w e 二百五ライブで アーロンソロと対戦。スナップ式、ジャーマンスープレックスで勝利した。6月26日の RAW にて、タイタス・オニールのタイタス・ワールドワイドと契約を変わった、ことを発表。同時に7月9日に行われる、PPV ・グレート・ボールズ・オブ・ファイヤーにて、ネビルが持つ WWE ・クルーザー級王座に、挑戦することも決まった。7月9日、グレート・ボールズ・オブ・ファイヤーにて、 WWE クルーザー級王座を保持するネビルに挑戦するも敗戦。8月14日、RAW にとネビルに再挑戦。ネビルのレッドアローを回避し、ダイビング戦闘音を,を決めて3カウントを奪い勝利。ベルトをダッシュした。2018年10月3日、日本時間4日、WWE205 ライブのシングルマッチで、ジャック・ギャラハーと対戦し、 ダイビング戦闘をオンでホール勝ち。以前、ギャラハーラの乱入で試合を潰された、経験のある戸沢にとっては、雪辱を果たした試合になった。運動神経はよく、高さのある、ドロップキックや綺麗なブリッジで放つ、ジャーマンスープレックスホールドが特徴。座っている、相手の胸板を助走をつけてから蹴りつけるバージョンも、使用。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。